ちょうど8月に籍入れたんですけど、で結婚式私たちあげる予定なかったので、あ、まあ一人でもまあドレス姿撮ってほしいなっていうことで。オレンジが大好きだったっていう一択です。ヘアセットもなんかめっちゃ早くてなんか面白いもんに思ってて、しかもなんか奥歴とかも自分でやったらちゃんとできないっていうめっちゃ嬉しかったし、シニオンヘアが流行ってるので、なかなかウィッグではアップにできないので、ぜひしてみたいなっていうことでしてもらいました。本当にマリアさんにやってもらえて、もうずっとインスタからずっと拝見させていただいてたので、本当に夢のような時間でした。ドレスに合うようにちょっとパールの白と、このリボンがすごい可愛くてこれにしました。周りにいっぱいなんか花とかついてる、キラキラしてて可愛かったです。あとなんか形とかした写真撮影もちょっと笑顔でとかめっちゃ言われて楽しかったです。緊張です。レンズが変わるたびにまあもう引きつってしまってないかすごい心配だったんですけど、カメラ越しに皆さんも合わせてくれようとしていたので、とても良かったと思いたいです。流行りのレースいっぱいのストレートドレスにしました。結構後ろ、レース感わっとなってて、ストレートなのにふわってここがなってるので可愛いなと思って、まず楽しかったです。楽しかったです。ヘアセットからもうメイクまで全部してくださって、うん、最高でした。私小学校2年生ぐらいの時から脱毛症で、もう中学校ぐらいにはもう全部ない感じだったんですけど、ウィッグもかぶってなくて、ずっと高卒業して働き始めるってなった時に
ビッグ最初使い始めたんですけど、やっぱもう自然に見えへんかったら嫌って思って、もう字もだけみたいな。でなんかもう学生だったんで、もう親任せっていう感じで、なんかいきなり短くしていきなりロングになるのかなって思って、最初ロングばっかりだったんですけど、なんかロングやったらくくれなくて、自分でちゃんとがくくれへんし、一通りしかないしなって思って、なんか暗く見えるしなとか思ってて、1年ちょっと前ぐらいにリネアストリアさん使ってる人のインスタを見つけて、でなんかめっちゃアレンジしてて、ちょっと衝撃でなんかできんのやとか思って、下マニアさんとかマイカさんとかのインスタとか見つけて、そこからめっちゃ見させてもらってたんですけど、ほんまになんか楽しくなって、いろんなやつ買って、もういろんななんかもうショートとかロングとかやって、でもなんかやっぱ自分でアレンジするって言ったら難しいんで、やっぱアップしてもらえるっていうのはすごい嬉しかったんで、でその親とかにもいつも私が自分でこんなんやるって多分思ってなかったんで、こういう楽しんでるとこ見せれたらなって思って応募させてもらいました。めっちゃ感謝してます。だからウィッグでもこんな可愛いすごいアップができます。マリアさんのおかげでできました。ありがとうございました。ウィッグ楽しいです。おしゃれできて、今日すごい綺麗にしていただいて、あまりいつも写真とか撮り慣れてないんですけど、可愛いウィッグのヘアアレンジしていただいてとても楽しかったです。結婚してもうウィッグっていうこともあったので、あと人前に立つのが苦手だったので、その大勢で呼ぶ式などは一切考えてなくって、前撮りとかもまあ撮ろうかな、どうしようかなみたいな感じだったので、ヘアアレンジをマリアさんにしていただけるっていうこの企画だったので、そのウィッグで前撮りとかを全部してみたいなと思って応募させていただきました。ウィッグでも諦めちゃいけないんだなっていうのはすごい思います。何でも言ったら、あ、ウィッグなんですねって感じで受け入れてくれるので、最近結構オープンに生活したらいいんじゃないかなと思います。とても楽しかったです。結婚式挙げてなかったので、まあ一人ではあったんですけど、こうやって写真に残せるものをいつか撮りたいと思ってたから、夢を叶えていただいて大変感謝しております。ありがとうございます。以前からリネアストリアさんのサイトは見てて、で、まあ、ウェディングフォトを撮ってないということだったので、まあ、それを旦那の方に相談したら、まあ、いろいろあったんですけど快諾していただけて、で、まあ、旦那の方に相談したのは自分が病気になってしまったことで、まあ、多大なるご迷惑をおかけしたっていうのもあって、で、まあ、笑顔になってくれるならってことで旦那も言ってくれたので、まあ、病気になっても、まあ、ちょっと前向きに行ってみようかなっていう決意もこの写真を通して、まあ、他の方たちにも伝えられたらなっていうのと、あとマリアさんがヘアアレンジしてくださるっていうので、もうそれは絶対大阪だろうがどこだろうか飛んでいこうと思いました私もまあ病気になってからウィッグの存在というか、まあ、そんなに自然じゃないだろうってずっと思っていたんですけど、今回これをかぶる以前に商品を見た時に、無限なもうアレンジからカットから無限な可能性というか、もういろんな髪型ができる、毎日髪型を変えれるっていうのがもうすごく楽しくて、そのウィッグに対する偏見とか、まあ、かぶってもどうせ髪の毛見えないでしょって思われがちだと思うんですけど、一回手に取って今回みたいな綺麗なアレンジだろうなんだろう楽しんでほしいなって思います。